中翼豪を制す。平成の三四郎の異名を取った。天才柔道家の古賀稔彦さんが、癌のため、急逝されました。まさに、記憶に残る名勝負を、私たちに残してくれた。偉大な柔道家。享年53歳。短すぎるこの天才の半生は、一体、どうだったのか、振り返ってみたいと思います。古賀稔彦さん。佐賀県のご出身で、製鉄所勤務の父親と、専業主婦の母の間に、二人兄弟の次男として誕生。意外にも、柔道を始めるまでは、病弱な子供だったそうです。小学3年生の頃から、お兄さんの後を追うように、道場で柔道を始めたのだとか、父親はそんな兄弟を、力いっぱい応援してくれたそうです。道場までは車で30分ほどでしたが、夕方の稽古の送り迎えや、練習器具を庭に作ってくれたり、でも一度も古賀さんたちに強制することはなかったそうです。実は、幼い頃、古賀稔彦さんにとって、今でも忘れることができない、亡き父との二つのエピソードがあって、一つ目は、道場からの帰りの道。途中のタバコ屋さんの前に、父親が車を止めて、アイスクリーム買ってこい、とお小遣いをくれることがあったそうで、なぜかというと、それは父親からの、今日の練習はよく頑張ったな、というサインだったそうです。そうじゃない時には、決して立ち寄らなかったとか、そして二つ目は、ちょうど寒い時期のこと。その日も父親に道場まで、車で送ってもらった二人ですが、暖房が効いてて、ついつい、うとうとしてしまったそうです。すると、車が止まって、父親が、おい、着いたぞ、起きろ、と、目をつぶったままの、二人に言ったそうです。ですが、古賀さんも兄も、実は起きてたんですが、ちょっとサボりたい気持ちもあって、目を開けるかどうか迷っていたところ、三度目の呼びかけがあってしばらくして、車が動き出したんだとか、帰宅して、父親は夕食になっても、一言も喋らず普通にしていましたが、雰囲気がいつもと違う父親から、ようやく出た言葉は、やるんだったら応援するが、やる気がないならやめなさいと、一刀両断されたんだとか、職人かたぎの父親から、自らの意志で努力することの意味を、教えてもらったと言います。そして中学1年で上京し、柔道私塾講道学舎に入門して、世田谷区立鶴巻中学校から、世田谷学園高等学校、日本体育大学体育学部武道学科に進学、数々のタイトルを獲得し、3度のオリンピックに出場。1988年、ソウルでは3回戦敗退。1992年、バルセロナで悲願の金メダル獲得。1996年、アトランタで銀メダルを獲得。2000年に現役引退されています。その後、全日本柔道女子強化コーチに就任。2003年、古賀塾を開いて、精力的に活動されていましたが、昨年、突如、無期限休塾としています。何があったのでしょう。Facebook ではその理由を、コロナを理由にされていましたが、どうやらそれだけではなかったそうです。古賀稔彦さん、昨年夏に、癌の手術をされていたのです。一時は快方に向かっていましたが、今年に入ってからは腹水が溜まり出し、急激に体調が悪化していったそうです。ご自宅で療養されていたのも、すでに相当悪かったからかもしれませんね。同級生で元プロレスラーの小川直也さんも、先月には電話で話をしていたそうで、古賀さんから逆に、お前は健康に気をつけろよ、と気遣われたくらいだそうですから、急だったのは確かなようです。平成の三四郎といえば、必ず語られるのが、
有名なバルセロナ五輪の大怪我に苦しめられながらも取った金メダルのエピソードではないでしょうか。当時24歳で絶好調で臨んだ古賀稔彦さんに思わぬアクシデントが襲いかかります。後輩の吉田秀彦選手との練習中に絶体絶命の大怪我に見舞われます。しかし痛み止めを6本打って本番に臨むことには何の迷いもなかったのだとか、それはある教訓があったからだと言います。4年前のソウル五輪では優勝候補のプレッシャーに負け3回戦で敗退してしまい、猛バッシングを浴びることに怖くなって引きこもったそうです。そんな時に偶然自分の特集がテレビに流れたんだそう。何気なく見ていたそこには、負けた瞬間に周囲に頭を下げる両親の姿が映っていたんだそうです。それを見た時に、負けて一番不幸なのは自分だと思い込んでいった自分が恥ずかしくなったのだとか、それからは自分を思ってくれている人へ恩返しすることを心に誓い、できることをすべてやってきたのだとか。ですから大怪我した時もショックというよりもむしろアクシデントがあった方が雑念が消えて集中できるとより闘志が湧いてきたんだそうです。常に準備を怠らず覚悟を持って臨めるのかが大事だと思うようになったのだとか。どれだけ強靭なメンタルなんでしょう。五輪後精密検査を受けた時、普通なら歩くこともできないレベルだと言われたそうです。しかも胃潰瘍にまでなっていたと言います。それをお首にも出さず4年前の雪辱を晴らした古賀稔彦さん、私生活はというと一度離婚歴があり再婚しています。再婚後は2男1女に恵まれています。前妻との離婚の理由はというと古賀さんの不倫だと言います。その不倫相手が現在の奥さんだそうです。奥さんはスポーツインストラクターをされていた方のようです。お子さん3人は全員柔道をされていて、息子2人は現在日本体育大学柔道部に所属、娘さんは創志学園高校に通われていて、長男は全国中学校大会で優勝してインターハイでは2位になり、2015年東アジア選手権団体戦金メダル、2018年学生体重別の大会で優勝、次男は全国中学校柔道大会で準優勝、高校選手権では優勝して2018年世界カデで優勝、アジアジュニアでも金メダル、長女は中学3年で全国中学校柔道大会準優勝、世界一の父親の DNA を受け継ぎそのバトンをしっかりと受け取った3人のこれからが楽しみですね。柔道から総合格闘技に転向した石井聡さんや秋山義弘さんのように柔道家から憧れの選手としてその名前が上がるほどでしたから、その抜群の柔道センスをもっと後世に伝えてほしかったですね。自らが最も輝いた舞台であるオリンピックが東京で開催されんとするまさにその年に足早に去っていった平成の三四郎こと古賀稔彦さん。直前まで母親にはご自身の病気のことは心配させまいと伝えなかったそうです。母親はこうつぶやいたそう。柔道をしている子供たちが稔彦に習ったことを古賀先生に教わったよと言ってくれるのが一番ですよねと話していたと言います。心からご冥福をお祈りいたします。